はい、こんにちは、こんばんは。おはようございます。そしてお久しぶりです。もう1ヶ月以上ぶりの動画とこになりますけども、本日ですね、日経平均暴落とかもたびたびしてるというところで、まあ、暴落地狙いたい銘柄っていうところで、まあ、グロス銘柄にはなるんですけども、ニーズウェルをご紹介していきたいと思います。 はい。一、まあ、点ちょっと気になるところはありますけども、えっと、非常に割安で、あの、入ってる周りも高くなりつつある、えっと、有料な会社っていうところで、はい、あの、今後ですね。 えー、時価総額も小さいので、株価テンパガーとかも夢ではないのかなと、はい、思うような会社になりますので、えー、とご紹介していきたいと思います。でまずニーズベルの、えーとめえー、と良いところですけども、まずファンダメンタルズが良いですかね。はい、株価307円と非常に、えー、と低い株ではありまして、時価総額も118億円と小さいんですけども、PL が12倍ですし、アオロイも時期で7%ございまして、非常に稼ぐ力高く、自己消費率も73.3%で、財務状況も、えー ばっちりで、えー、とハイトリーマリで2.9%というところであの9月が、あのー、第4クォーターですかね最終の期末になるんですけども。 はい、なので、金利日は過ぎてるんですけども、リマリも高いっていうところになってます。で、業績のところもですね、えっ、ー、と、過去は停滞気味の時もあったんですけども、最近はですね、非常に伸びているというところで、売上高も直近5年で、ね、20%以上、えっ、ー、と、直近だけ本当見ていくと、まあ、30%ぐらいですかね、売上高も上がってきているというところで、えっ、ー、と、かつ、取り扱ってる、まあ、SI の会社なんですけども、まあ、金融とか物流向けにですね、システム開発を行ってまして、 はい、ニーズもしっかりあるところをらまえて、まあ、DX 進んでるっていうところもあるんですけども、はい、とらまえて、えっと、業績拡大させあの、しているっていうところで、まあ、EPS とか売上高とか、まあ、配当とか、利益率とかも伸びてきているっていうところで、非常に、あの、ファンダメンタルズいいっていうところがまず1点目ですかね。で、2点目が、まあ、経済安保のリスクっていうところで、まあ、今、あの、えっと、システム会議 発会社とかもも含めてなんですけども、まあ、コールセンター業務とかですかね、まあ、いろいろあのオフシュアという形で海外でえっと業務委託とかをしまして、まあ、そのシステムとかを 日本の方に持ってきて納品して、まあ日本でまあ売るみたいなやり方があるんですけども、まあそれオフショア拠点での開発っていうんですけども、まあ地政学とか経済安保の、えっ、ー、と観点から、ちょっとリスク高いよねっていうところで、急にそのオフショアが使えなくなったりだとか、まあオフシャアまあ中国とか、えー、タイとか、まあオフショアのところで、えっ、ー、と、セキュリティ大丈夫なのみたいなところ、まあデータ管理とか、あの、任しちゃって、開発とか任しちゃって大丈夫なのみたいな動きがありまして、ニアショー っていうところに結構ですね今その国内の近く国内拠点のところで開発するぞみたいな考え方が、えっと、ありますとはい、まあ、経済安保のところですかねっていう観点でニーズベルのところは結構今ニアシワアのところをですね積極的に活用しておりましてまあそういう意味であのシ,システムリスクですかねあの情報漏えいとかのリスクとかも踏まえてニアシワアっていうところは需要があるっていうところが、まあ、このこ あのシステム開発会社の方では、まあ、トレンドとしてなってきてまして政府、はいまあ、公共通信向けの案件というところがマ、まあ、ニア商機点活用して、まあ、非常に堅調だというところがありますので、まあ、その時代に沿った、えっと、開発の仕方をしていて、えっと、セキュリティ ですかね、えー、そこら辺のリスクっていうところも低減しているっていうところが良いなっていうところですかね。これ2点目。で最後なんですけどもテクニカルの観点ですね。あの周波数で見ていきますともう今結構ですね2回上げてからググッと下げているようなタイミングで結構ですねあのー、直近の 高値のところからは下落しているような状況です。はい。半値ぐらいまで来ているというところで、高値から半値って大体反発しやすいポイントでもありますし、まあ、サポートラインっていうところが、あの、まあ、過去ここで一回反発してるんですけども、現時点でも反発してる段階っていうところで、このサポートラインの底値付近にもなってるんじゃないかなと、はい、思ってます。もうちょっとここ、下落、 がっつりする場合、出来高はもうちょっと増えてもいいのかなと思うんですけども、ちょっと出来高はあんまり減ってないので、もしかしたらこのまま下落するかもしれないんですけども、はい。まあ、日経暴落したタイミングとかでまあ出来高増えつつ、出来高もシリスボになってて、あんまりこっからぐぐっと下がるような気配もなさそうなので、この300円ぐらいのところが節目になって、 はい、反発しそうだなっていうところで、これはちょっと若干あの外れるかもしれないですけども、まあ、そこに付近で取れそうだっていうところが3点目ですかね。まあ、現時点、ファンダメンタルズいいですし、利回りも高めなので、はい面白いかなと思ってます。はい。で、ニズエルの方は、まあ、バフェットコードにもありますけども、金融向けとか物流向けとか、まあ、あと保険会社等にもですね、えーと、開発っていうところを行ってまして、もう業務系システム開発っていうところで、これ SI ですかね。 IT 基盤っていうところで、はいあのまあ、基盤構築っていうところをやってますと。と、はい、いうところと、あと自社サービスですかねあの。長崎大学と生成 AI のソリューション開発しているっていうところで、これいろいろ IR 出てますけども、ここも結構順調に進んでそうだっていうところで、まあ、今 AI ついていところもありますので、まあ、ここもあのサービスとして伸びる可能性があるっていうところがあるかなと思います。で決算単身とかも、まあ、昨年、 とかと比べると売上高が12.7%増収で営業利益とかも伸びてきているというところで、まあ、順調に、はい、伸びているのかなと思いますで。懸念としましてはテクニカルな話をお伝えしたんですけどももう一点ございまして適時開示のところで業績予想の修正で若干マイナスがあります。はい。まあ、100、えー、っと、これが単位がどっちだ多分1000だと思うんですけど、1000万、10万、100万、1000万。 100万円でした。ごめんなさい。100万円なんで、100億か。100億の売り上げだと予想していたんですけども、えっと、10億下がりましたってところで96億になっていまして、営業利益のところも下がってきているっていう IR が直近8月の20日に出てきてまして、ちょっとここネガティブかなと思って、 で理由なんですけども一応なんか大きく掲げられているのが社員の、えー、昇給だとか株式報酬によるところまあ、土器向上とかスキルアップっていうところで、まあ、そこに投資しているのでえー、っとまあ1個下がってますよってところでこれは売上が下がる理由にならなくて、まあ、利益が下がる理由にはなるんですけども売上が下がる理由にはらってないっていうところと、まあ、あとはまあ中長期的な拡大成長するために、えー 独自のソリューション、まあ、生成 AI のところですかねとかの部分のサービス開発っていうところを集中して行ってましたっていうところで、えっと、売上高と利益が下回る見込みになりましたっていうふうに書いてますねで私の感触なんですけども自社サービスはもちろん優先するっていうところの戦略はまあ問題ないと思うんですけどももともとその受注している売上高が下がるような理由にはなんないのかなと思っててちょっとそこが売上高10億マイナスっていうところが引っかかって っていいるるななうととこころろが気にですまあ営業利益下がるのはここら辺やっていれば下がると思うんで社員育成とか賃上げですかねこれやれば利益下がるんでそれはいいんですけど売上が下がる理由として受注済みの受注まあ予想受注してないのかもしれないんですけど売上高だから予想なので受注済みの案件とかを差し置いて受注済みの案件とかを差し置いて サービス開発した結果、売り上げが下がるかなっていうところがありまして、本当にこの10億マイナスの理由が <laughs>、この理由なのかっていうところがちょっと読めずっていうところですかね。はい。っていうところが気になるところです。が、まあ、もともといいファンダメンタルズで、しっかり売り上げとかも、あの、業績修正後のパターンでも、まあ、伸びてはいるので、はい。 ここですかねここがまあ下がるってところなんですけども伸びてはいるので大丈夫かなと思ってますはいこれ訂正の決算短信とか出てますねはい一応えっ、ー、と訂正5とかは関係ない感じですかねこれ多分訂正されてないですね多分次訂正されるのかな あでもサマリンのところは売上高い予想変わってないですね EPS だけ変わってますねうんいや違いますね えっとやっぱ変わりますよね、はい。ごめんなさい、いろいろ右翼曲折しましたけども、売上高の方が100億から96億で、えー、マイナス10億になりまして、まあ、昨年の方が87億なので、まあ、一応昨年と比べても、まあ、高い、まあ、プラス10倍以上は売上高が成長しているというところにはなりますちょっと成長率が落ちたように見えるというところが、まあ、ありますけども、はいまあ、そこがちょっと気になるところ。売上下ががった理由が 本当かかかなーっっっってていうとととこころろがちょ引るですね。まあ、もしかしたら案件取れなかったとか普通に純粋な理由であるのかもしれないですし、はい、そこはちょっと分からずっていうところで <laughs> そこがちょっと気になるので、まあ、次の決算とかもまあ見ておきたいなと思います、まあ、ちなみに私これ2,000株保有してるんですけどもうん今日とかは日経平均がマイナス760円下落予想なので下がるかなと思います、はい、以上ですありがとうございました